心の準備はできましたか？できました。では発表いたします。4次元目は北海道シロクマも大好物、北海道の郷土料理鮭のちゃんちゃん焼きを作ったら終わり。北海道といえばですね、美味しいものがたくさんありますね。そこで北海道の郷土料理のレシピを教わってきてください。山崎さん、料理をできるんですか？普段はしますか？まあ、できなくてもちょっと、まあ、作ってくださいとりあえずそれでそのこの映画のスタッフさんね、キャストみんなにこう振る舞ってくれたら今度嬉しいなって思ってるんで、ぜひ頑張って習得してきてください。料理ですか？新しいですねいつ作るんですか？それでは頑張っていきましょう無視ですか？頑張っていきましょうはい、頑張ります。4次元目はちゃんちゃん焼きを作ろう。ということで、鮭のちゃんちゃん焼きを作っていただきたいと思います。おお、ちゃんちゃん焼きですか？普段料理とかはたまにしますね。自分で食べたいものがあったら作ったり。おお、夜ご飯が昨日の残りとかの時にちょっと自分でささっともう一品して。あ、家にそのおばあちゃんちから鮭が一匹届くんですけど、ええ、すごいすごい。鮭が届いたのをその千葉流にアレンジする。私千葉出身なので。あ、なるほど。千葉流に料理して食べるっていう。北海道のコラボレーションみたいな。ちゃんちゃん焼きをしてもらったんです。味噌ラーメンね、札幌は。ちゃんラーメン作りますか？麺買ってきてもらっていいですか？ピラティスとヨガをやってます。足を伸ばして。足をもっと伸ばす。で、手をこう垂直に上げる。わ、さらに手も後ろから見たら面白いね。あ、でも美味しそう。あ、いいわ、これは。はい、そちらみりんですね。はい、じゃあみりん入れます。ということで、完成。はい、おいしい。おお、あ、じゃあ、え、おいしいですか？いや、おいしいです、おいしいです。おお、冬に食べたくなるような。あら、あら、いいこと言う。え、これおいしい、すっげー。ちょっと待って、今まで食べた中のちゃんちゃん焼き一番うまい。うまいな。味付け完璧ですね。本当ですか？本当ですよ。これ本当、これ本当です。これ本当、ちゃんちゃん焼きです。終了。クリアですか？クリアです。よっしゃ、うまく作れました。あ、でもあと1個惜しかったですね。ちょっとマヨネーズ入れちゃったから。でも美味しい。でもすごい美味しいって言っていただけたので本当に良かったです。じゃあ北海道の課題はクリアということで。はい、ありがとうございます。世界が絶賛、絶叫、絶唱、ラウマさんがこれだ。神様の言う通り。チュッチュ。